パート29、シェム実況のパート29やっていっております。どうもアザラシですと。8時だっけかな、4時から4時間後だから8時ぐらいにチケット受け取りに行くということですね。うっさんくさいそうな、うっさんくさそうなアジア旅行者に行かねば。7時か。電灯がつきます。原崎に話しかけても何もないよな。でも話しかけてみる。葉月くん、無茶しないでね。中あと1時間時間潰すのつらいな。とりあえず入っちゃおう。5泊6日で25万円。いや、3泊4日。中国と台湾。安っ。と書いてある。もう閉まってんのかな。ここで待たせてもらうというわけにはいかんのか。4時間後。時計を見よ、時計を。一応時間は動いてるみたいな。8時までここで待たせてもらう。雑談をしながら俺が8時までここで時間を潰してもいいんだが。あ、なんだったらちょっと短いのが、ロシアによってサンタが雨傘をさしていた。ロシアによって読んでもらおう、あの鎧同士の技書を。この人は中国語が読めたから。陶器屋ロシア、いる、いた。これを読んでもらいたいんですが。中国語か。はい。アジア旅行者の、アジア旅、何分わからん。そうですか。じゃあ失礼します。ちょっと待って、じゃあ失礼しますの時はまだなんか喋ることがある場合。周玉さん、お店は。そうです、ご存知。え、陶磁器発祥は。その話は、はい、前にも聞いた。あら、鎧同士はどうすればいいんだろう。これこそ何かあれか、何か攻略サイトでも見た方がいいんかな。鎧同士の技書をどうすれば解読できるのか。周玉さんにが一番中国語に詳しかったはずだが、書を持って歩いてもしょうがねえしな。おっさん大丈夫か。大丈夫ですか。あれ、このおっさんだったっけ。本当に大丈夫。大丈夫おっさん、この人だったっけかな。違う人の気がする。4時間後と言ったけど待ちきれないよ。まあ入っちゃおう。もう入っちゃおう。あと20分ぐらいだったら待てるです。誰もいねえ。4時間後。荷物の整理をしながら待とうか。ほう、今日持ち歩いてるな。やっぱりおそらく石、翡翠の翡翠、こっちが鏡面だよね、鏡だよね。鏡面仕上げとか言うけど鏡の面だよね。それこれ何なんだろうな。ルビーみたいな石が埋め込まれてる真ん中に。
鎧同士をどうすればいいんだろう。中国語じゃ読めないな。一歩進んで二歩引き、歩みを込めて歩を込めて力しし、イメージとしては前後ろ後ろ前後ろ後ろ前後ろ後ろ投げと蹴り同時押しみたいな感じじゃないかな。あれ8時なんですけど。今日はもう終わりか。うん、追い出された。うん、もうクローズ。あれ、シャッターが。どうしたもんかな、どうしたもんかな。やることがなくなってしまった。出直すかな。アジア旅行者めちゃくちゃ急げって言われてたもん。急いでくれって感じだったのに、4時間後に行ってきたら、行ってみたら閉まってたという。やっちまった。時間のもたもたしすぎたかな。あら、りょうちゃん。近藤さん、アジア旅行者の。アジア旅行、聞いたことない。聞いたことないか。時間に余裕があるなあ。8時、まあ早めに帰るか、今日に関しては。あ、中村だ。おい中村。中村によく会うな。中村、原崎は街を歩いてるのを見かけないのに、中村にはよく会う。何してたんだ。ちょっと受験。そうか。私のだから子供た。ああ、はいはい。じゃあ、中村んちつけていってみよう。ストーキング。どうせやることもねえし、中村つけて遊ぼう。尾行モードがあったらいいのにな。飛行モードがあったらいいのにな。原崎はどの辺に家が、どの辺に家があるんだろうなってバカみたいな。あの花屋さんでしょ、原崎の家は。よし。で、家に帰ったら帰ったでさ、ピンポーンって話が出てくるのかな。そこ気にならない。さすがにこの知り合いだったら。あれ、中村消えた。あれ、あ、いたいたいた。ぼーっと出てきた。中村、何してちょっと。そうか。将来ね、だから子供。ずっと勉強してるな。じゃあな。うん。ずっと勉強してるって言ってるんだけど、ずっと息抜きしてるようにしか俺には見えない。こそーっと。もしかしてここか。あ、ここだ。ここ中村んちなんだ。入れてくれー。あっから、ピシッ。へえ、一ちゃん近いんじゃないの、下手したら。中村家でかい、割とでかい。入れてもらおう。コンコン。外出中かな。外出じゃない、今いた、今入ったって。留守かな。うーん、よう分かんねえな。
いや、わかんねえな、これ出てくるのかな、コンコン叩いて。そういう風なシステムになっているのかな。まあいいや、もう家帰ろう、9時だし。特に何の収穫もない回だった今回は。8時まで時間を潰したのに何もなし、収穫なし。また明日見て出直すかね、出直しますかね。道場に行こう。道場で鎧同士の、ちょっとあの鎧同士がこうじゃないかな的なのをちょっと試してみよう。おそらく前後ろ後ろ、少し体を動かすか。練習する、一汗流していこう。前後ろ後ろ、違う、前後ろ後ろ、これだ、これか、違うな。今のすごいブオンって蹴りは何だったんだろうな。これこれになっちゃうんだよな、この。こんなとこか。こんなとこかな。もうちょっとだけ出してくれ。前後ろ後ろ、違う。これが出ちゃう。両押してたこのグルンってやつが出ちゃう。これだと繋がらないから違うんだよ。この変な前切りはもうマスターしたんだけど。違うな、鎧同士出ねえや。鎧同士実験するのやめよう。前後ろ後ろ蹴り、前後ろ後ろ蹴り、後ろ前前蹴り。下段攻撃は強くなったな。でこのシェンムーナの技のやつ、これあの今習得って段階にしかなってないやつばっかりだけど、未習得の技だな。これを中級までしようと思ったらもうほんとひたすら練習し続けないと。コランってやつがちょっと強くなってるけど、前後ろ合掌脚、前後ろ拳と足が合脚、うん、これはもう出せるようになったけど、まだこの辺の技なんかはその習得段階でしかないというかね、練習せえということなんだな。本当はコツコツと練習しろということなんだけど、地味すぎるわ、さすがに地味すぎる。うん、ここまでにしておこう。まあいいか、やめとこう。ブオンって蹴りをマスターしたかったな。これをしっかりコツコツとやるというのはさすがにお見せできないね。相当面白い小話の一つや二つ持っといたらなんかできるかもしれんけどな。それがないからちょっと練習できないね。帰ろう。そのね、シェンムーだからね、ただお使いしてるだけじゃなくて、技を強くする、鍛えていくっていう過程もね、それがあっての、あの、街うろうろゲーだからね、二本立てというか、二足のわらじというかね、それなかったらほんま、苦痛でしかねえよな、ほんとも。おろ、帰ったら、何かイベントが、にわかに。レオさん、どうでした？おかげで船に乗れそうだ。おかげで船に乗れそうだ。いえ、少しでもお役に立てて嬉しいっす。俺が香港に行ってる間だけど。分かってます。留守は俺に任せてください。いや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 。頼む。はい。
福さん。まだ何か。いや、本当にありがとう。感謝。そんな、リオさん、照れるじゃないですか。じゃあ、俺はこれで。ああ。イネさんに内緒でこそこそやってるっていうのは、いいのそれで。いいのそれで。もう寝るか。もう寝るかな。まるで誰か中にいそうなぐらい盛り上がってる気がするんだ。じゃあまあとりあえず今日はここまでにします。あんまり進みの良い回ではなかったね。サムネどうしようか。サムネも特に何も作れそうにないな。こんな回もあります。パート29でした。29はまあ締まりのない回でしたね。じゃあまあパート30でこそなんかアジア旅行者のところの話を進めたいね。ほいじゃあまあここまで。ほなまた。